一位、右大臣。中院下十八代当主。漢文八年、中野院道重の長男として誕生。母は、板倉重則の養幼女。翌年女子尺、遠方元年十五以上に進む。遠方八年に元服、十四位下に進んだ。その後、左近衛少将、左近衛中将を経て、元六元年に三儀となる。同五年に、県中納言。 翌年には肖像くらいに進み日がイベ弁となる。同13年には、東山天皇の直により、霊元法を大移住王子の沢宮館、厚真の丘別島となる。父、道重から科学を受け継ぎ、父と共に霊元陰家団でおもうきをなした。聖徳5年には、張馬国曽根村にある観光を祀る曽根天満宮に和歌を集めて奉納している。また父、 道重と共に漢学を、熊沢万山に学んだ。その他佐賀社迦堂供養転送、神宮転送などに歴任した。教法三年武家転送、土十一年には内大臣に任ぜられ、さらに翌々年には、十一位に上る。原文三年には、異例の右大臣に任ぜられるが、辞している。大臣家の極寒は内大臣であり、近世において、右大臣任官の例は、 歴代当主の中では、三上に染みと通り身のみである。翌年八大将軍、徳川吉宗が、区下の家業奨励の意味で、区下州から和歌の名人を選抜し、名所和歌の英新を所望した際も、関白一条憲法から推薦され提出している。この年12月に皇居、去年72、聖徳五年に、 この通り富士がわずか6歳にして溶接したため三低の苦絶う夏の子を、婿養子とした。